こんにちは。はじめまして。タクです。この度、YouTube、タクチャンネルを開設することになりました。いえ。プロサッカー選手として約10年間プレーしてきたんですが、コロナの影響もあって引退することに決めました。僕はですね、そこで30歳の今、新たなステージに挑戦することに決めたんです。これからの僕の成長や目標を達成するまでの姿を見ていただきたくて、この YouTube を始めるきっかけになりました。その目標というのが、ビーチサッカー日本代表の選手となり、活躍することです。で、別に興味ないですよね。すいません。で、なんですが、まあ、僕に限らず、30代、40代の方々の中にも新たなことに挑戦したいけどなかなかその一歩が踏み出せないっていう方がいると思います。30歳から挑戦しても目標を達成できるぞという姿を見せて、一人でも多くの人にそこでこのチャンネルを通して勇気と希望を与えることができたらいいなって思ってます。僕は沖縄の中にある小さな島の宮古島っていうところで生まれ育ちました。宮古島に限らず、いろんなところの四万十の人たちに、四万十でもやればできるぞっていう姿を見せ、その四万十の人たちにも勇気と希望を与えたい。そう思い、始めようと思いました。そうですね。ビーチサッカーってまだまだマイナーなスポーツで、知らないって人もいると思うし、聞いたことあるけど見たことないっていう方もたくさんいらっしゃると僕は思ってます。そんなこともあり、この動画を通して一人でも多くの方にビーチサッカーを知ってもらいたいっていう気持ちも持ってます。名前の通りですね、もちろんビーチでサッカーするんですけど、もうサッカーとまた違った難しさがあって、別のスポーツって言ってもいいぐらいプレーの感覚に違いは感じます。なのでサッカーしてたからビーチサッカーできるんじゃないのって思うかもしれませんが、そこはまた別です。まあ、僕もまだまだどこまでできるか分かりませんが、挑戦していきたいと思います。でまあ、いろいろ口で説明しても難しいし伝わらないと思うので、なんとかこの動画を通してビーチサッカーの魅力を届けていきたいと思います。まあ、もちろんビーチサッカーだけじゃなくて、これまでの経験を生かしてサッカー関連の動画だったり沖縄の魅力も伝えていけたらいいなって思ってます。まあ俺みたいなおっさんの挑戦ですが、心優しい方がいましたら応援とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。これから頑張っていきます。ではまた。